マンヌー・バンダーアリーは、インドの作家。ヒンドゥー語で創作をし、社会の中で苦悩するものを心理描写を交えて描く。現代ヒンディー文学の代表的な作家の一人である。イギリス領インド時代のマディヤ・プラデーシュ州の村に生まれる。父親は社会活動家の家庭でヒンディー語の術語辞典の執筆や文学活動を行っていた。彼が編纂した英語とヒンディー語やマラーティー語の辞書はインド亜大陸の多言語で辞書を作る際の雛形にもなった。バンダーアリーはラージャスターン州の高校に通っていた頃からインド独立運動に興味を持ち、デモや演説会に参加する。コルカタ大学で文学士課程を修了、バナーラスヒンドゥー大学で文学修士号を取得し、小学校教員を務めながら創作を始める。この時期にヒンディー作家のラージェンドラ・ヤータブと知り合う。ヤータブとはカーストが異なるために結婚を父親に反対され、自死夫妻の協力によって結婚する。デビュー作の短編小説、私は負けたが文芸誌、短編小説に掲載されて好評を呼び、1964年までコルカタでカレッジの講師をしながら短編を中心に執筆する。ヤータブと共にデリーへ引っ越し、デリー大学科のカレッジでヒンディー文学を教えながら作家活動を続けた。ヤータブとの共作をはじめとして長編小説も発表した。バンダーアリーは多くの文学賞を受賞している。長編、大宴会では、インド言語協会文学賞とウッタルプラデーシュ、州ヒンディー語協会賞を受賞した。1981年には、優れた女性作家として、中央ヒンディー語審議会から褒賞され、1983年には、全インド文芸者協会の文学賞を受賞した。インディラ・ガンディ政権の時代にパドマシュリー勲章を、与える決定があったが、バンダーアリーは丁重に拒否している。2004年にサーヒトやアカデミー賞、2008年には自伝的小説、縁母にイエービーで、過去10年に出版されたヒンディー語の優れた小説に与えられるVyas Sammanを受賞した。バンダーアリーは、社会の中で苦悩するものを心理描写を交えて描き、評価されている。個人や家族だけでなく、それを超えた社会の問題や社会の問題を解決できない政治についても書いている。バンダーアリーの小説は、新旧の価値観の対立や社会問題を題材としており、特に短編小説では家族の問題として表現されている。夫婦間の軋轢による家族の崩壊や悲劇、伝統的な価値観の過剰による専門に耐える家族、生活のすれ違いなどが描かれる。長編、僕の庭に、マンゴーは実るかでは、夫婦の離婚と再婚によって居場所がなくなる少年の姿を描いている。この小説では、働く女性の離婚と再婚という当時のインドでは、珍しい状況も書かれており、文学界で大きく評価された。インドの旧来の価値観では、女性が男性に従うことを求められるが、バンダーアリーは、このような価値観を問題とする。短編、これが真実だでは、少女から成長過程にある主人公の悩みや葛藤を通して、この問題を描き、映画化もされた。家族を含めた社会問題の原因でもある政治についてもバンダーアリーは書いている。デビュー作の私は負けたは、社会に奉仕できない政治家を風刺した内容だった。長編、大宴会では、非常事態があった1975年の政治腐敗を批判的に描いている。彼女がパドマシュリー勲章を拒否した理由にもこうした事情がある。出典。ありがとうございます。